東宝アエン株式会社は、アエン、鉛、銀の精錬を中心とする日本の非鉄金属メーカー。鉛は、国内トップ、アエン、銀もトップクラスのシェアを持つ。国内精錬事業の他にも、オーストラリアでの鉱山開発を手掛ける、資源事業、電子部品、材料事業、電土メーカーから発生するダストや、使用済み電池の処理等を行うリサイクル事業。 機器部品事業なども手掛ける。東京証券取引所一部に上場しており、日経平均株価の構成銘柄となっている。安中性連署1969年、安中性連署認可を受けずに拡張していたことが、通産省東京鉱山保安監督部の調査で発覚。鉱山保安法違反で、前橋地検に書類送検される。同社は、 あんな火星連所から生じた鉱材を複数の建設会社に販売していたが、この中には土壌汚染対策法で定められた環境基準の最大で約100倍の鉛や数倍程度のヒ素が含まれていた。同社の内部調査によって、これらのスラグの一部が別の建設会社に転売され、群馬県内の住宅の庭や公園の駐車場など数十カ所で砂利として、 用いられていたことが2019年に明らかになった。同社は、約70億円かけて、回収や撤去を実施するとしている。ABCDEFGHIJK 東方アレ株式会社、第121期有価証券報告書、東方アレ株式会社定管第1章第1条、無許可拡張で創建へ、朝日新聞昭和十四年七月二日、長官十二版 15面東方アエン有害金属、クズを、転売庭や公園などで使用群馬 NHK ニュース2019年8月10日、当社の非鉄スラグ製品の調査、回収について、東方アエンニュースリリース2019年8月9日。ありがとうございます。